新谷先生、ちょっといいか。ああ。一応あんたの耳に入れときたい話がある。ちょうどいい。こっちも話があるんだ。おお、あんだ。え、なんだ。アムラの頭の件か。どこ行くの。あ、そっちに。どっか外に出るんかと思った。ちょ待って、てか星野くん何してんだろ。あ、いた。何ですかね、新谷先生の話って。全然わかんない。全然わかんないよ。おい、仲良くやれよ。うちは今久々の書き入れ時なんだから。書き入れ時ってあのその感じだっけ。あれでしょ、あの商売繁盛の方の書き入れ時でしょ。喧嘩なら外でお願いします。後で掃除する星野くんがかわいそうなので。星野くんのこと気遣ってんね。さすが沙織さん。だろう。みんな、みんな見てんな。ちょ、態度でかくね。アムラの頭から苦情が来てる。お前のことでだ。ん？せっかく無罪になった事件を蒸し返すなってよ。俺も同感だ。気分が悪い。いやいや、あいつが悪いんだよ。俺が勝ち取った無罪にケチつける気か。あんたが勝ち取った。か。そうだよ。法廷に立ったのは俺だ。態度でっけえな、お前。おかげでうちは今弁護依頼が殺到してる。もうあの事件は終わったんだよ。弁護士にとっては終わったんだろうが、まだ人の目をえぐる殺人犯は野放しのままだ。モグラってやつか。俺、その相性は迷惑だっつってんだよ。お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。え？邪魔とかじゃないんだけどな。羽村は真犯人を知ってたはずだ。なのに裁判中ずっと隠してた。俺らをコケにして罪を逃げ切ったんだよ。あんたはこれでいいんだろうけど、俺はこのままじゃ終われない。はっ、偉そうな口叩きやがって。お前だって頭からずっと逃げ回ってんだろ。逃げ回ってるわけじゃねえ。逃げ回ってんのは羽村の方だよ。教令会に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。知らないのか。あれ、知らないのか。で、ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。ああ、だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。そうだよ、忠告だよ。じゃあな。俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。あれ、グラサン取った。お前じゃモグラに届かねえよ。は？どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。モグラを知ってるな、新谷。やべ、なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。なんで。大体弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい、新谷。あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。尊敬はしてるよ。違うんだよ、でも隠してんじゃん。あれは気になるでしょ、源田先生だって。ここ話そう。そういえば新谷先生、最近羽村さんとよく連絡取り合ってました。どんな話してた。さあ、矢上さんの悪口で盛り上がってました。ああ、そう。ああ、いいことじゃん。共通の敵ね。新谷先生、何かモグラの手がかり握ってるんですかね。いや、だよね。本当にそうなら喜んで言いふらしてそうですけど。ああ、確かに言いふらしそうな顔してるもんね、あいつ。やっぱ相当やばいとこまで知っちゃったからもう無理なんでしょう。お前も新谷ももう少し譲ったり、歩み寄ったりできねえのか。ごめんね。今度またここでやり合ったら、俺の拳が黙ってねえぞ。おお、拳で行く。源田先生の拳もちょっと味わってみたいな。
新谷だったら言いそうだけど言わないってことはまあそういうことよ。おい、あ、電話？カイトさんかな？近っ。もしもし。近いのよ。今、マスガネ組の事務所前に来てる。昨夜の事件現場ってことか。ああ、まだ警察でごった返してる。黒岩ってデカが仕切ってるぜ。ああ、黒岩ね。黒岩？ああ、綾部の上司だっけ？公安ね、公安デカ。その綾部も現場に来てる。綾部も来てんのか。ちゃんとデカらしく働いてるよ。それで、また奴からサツの捜査情報なんかが取れるかと思ってな。あ、はいはい。今から店内に誘い出してみる。おお。お前も来られるか。オッケー。分かった。テンダーだね。よし、じゃあテンダー行きますかね。バーテンダーへ向かう。行きましょう。さあ、というわけでバーテンダーやってまいりました。綾部はいるかい？お、いるね。飲んでる。好物奏者情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。昨夜松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。だいたいお前らにも松金組に東ってネタ元はいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。海藤さんかい。なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよかないか。もし羽村にバレたらあいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。ないのか。なんだ、じゃあ俺はただ酒怒らされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だ。あらら、気分を損ねちゃいけないよ。これ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は昨夜から羽村が姿を消してる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。いや知ってるわ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。警察でも？それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよもう。なら、お、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。なんだよ話分かんな。おっさん3人黙って飲んでてもつまんないからな。あ、まあ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 、そうね。世間話ね。じゃあそうだな、世間話。奨励会はカムル町になぜ来た？松金組の今の様子、悪徳デカと呼ばれる気分。まあとりあえず最近のカムル町どうじゃない。これが世間話でしょ。あんたの目から見て最近のカムロ町はどうなってる？昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。まあ悪いだろうな。また高層の流れ玉が肩にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。うん、流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。やばい街だよマジで。ああ、それより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな。それ綾部が教えたんでしょ。割と通じんだぞ。へえ。綾部がいろんなとこで言いふらしたからじゃないの。そう、なんかモグラって言い始めたのは八神さんだけど。次はどうだろう。奨励会かな。奨励会か。そもそもの話、奨励会はなんでカムロ町に来てるんだ、わざわざ関西から。そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。登場会と交渉してでも。奨励会ってそんなでかい組織じゃねえだろ。奨励会はそこまで強い組織なのか。まあ登場会2万5000に比べたら奨励会はせいぜい1000人程度。1000人だろ。おまけにカムロ町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。おう、ああ奨励会は 1,2 年前からカムロ町に出てきたが、すぐ登場会に潰されるだろうって
警察でもそう見てた。まあそうだよね、異分子だもんな。じゃあなんでそうはならなかった。教令会のバッグには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の？そうだ。その梶平系列の片木の会社を教令会は隠れ蓑にしてた。ああ、KGアートね。それが KGアートだ。なるほど。あそこは潰せなかったってことか。確かに金のあるバッグがいなきゃいきなり教令会の東京進出は難しいかもな。東京進出ってことは梶平が東京に用があるからってことなのかな。どっちかっていうと。だって関西千人でカムロ町を来る。だって本部の方は大阪にあってさ、そっちも一応だって近江連合がいるわけだからさ、そんな下手なこともできんわけじゃん。だからやっぱり梶平がいたから、もうそこの社員みたいな感じの扱いだから潰せなかったって感じなのかな。梶平は教令会とどういう関係なんだ。大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を。実は東京進出の野心を持っているのは教令会じゃなくて多分梶平の方だ。おー、だろうね。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。東京オリンピックかな。でその手の話には汚れ仕事がつきものだろう。ああ、どういう？利権の問題ね。地上げとか立ち退かせ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが教令会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか、貴重な情報ありがとうよでも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。そうなんだ。それは間違いねえんだぞ。で、政治家とか役人、変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの。さあな。とにかく教令会がカムロ町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。なるほどね。経済界のことと関係すんのか。これが最後かな。松金組は今どんな様子だ。昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。まあ、しゃあねえよな、それは。さあ、悪徳デカと呼ばれる気分はどうだい。酒の魚に聞くけどさ、人から悪徳刑事って呼ばれる気分はどうなの。あのな、俺の裏の顔知ってる時点でそいつもどうせ裏社会の人間だろ。ああかもな。そんなのから悪党って呼ばれて感じることなんかねえよそれもそっか。そっか、じゃあ終わりようかな。意外と教えてくれたね、いろいろ。そろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。なあ、十分だ。よしよしよし。あ？八神に海藤だな。あ、黒岩だろ。カムロ署組対の黒岩だ。黒岩。カムロ署組織隊だ。たたたたた。黒岩満。黒岩、お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。残念。へえ、間違いでしたよ。おかげでいい笑いもんになってる。でしょうね。ありがとうよめっちゃ怒ってんじゃん。どういたしまして。はい、うちの綾部とは仲がいいらしいな。綾部あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあ仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部そんなサボるだなんて頭上がんねえのな。じゃあ俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前お前の弁護で無罪になった人殺しが
何の罪もない女の子を焼き殺した。チクチクいじるね。そんな情報調べてきて。この間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。教えてくれよ、八神先生。みんなひどいよね。みんな過去のことほじくり返してくるもん。気分悪いな。大丈夫かよ、タボ。ああ、ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ。綾部じゃないの。多分あいつは綾部のバイトのお見通しなんだろう。で、やりすぎないように釘刺しに来たとか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。そうね。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。そうだな。いや、あれ、その前に凶霊会をもう少し調べたい。凶霊会、うん、なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の凶霊会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。刑事アートリングでしょ。俺たち凶霊会には友達がいたろ。村瀬ね。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。共通認識で友達だと思ってた。まあお友達だよね、あの子は。よし、じゃあ行きますか。刑事アート。さあさあ、というわけでやってまいりました。刑事アート、この先行くと KJ アートだ。となるとドローンの出番だろ。今日の村瀬くんを覗いてやろうぜ。よし。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。そうね。何回来てんだ。こっちだ。どこ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 。こっちから KJ アートってもう4回目ぐらいだもんな。あ、カイトさんの、あ、ケツが見えない。ここをめっちゃ私物化してんね、八神探偵事務所。よし、じゃあガイトさん行こうか。私が使う。それじゃあ偵察してみっか。ガイトさんが行く。オッケー、鳩は俺が飛ばす。ガイトさんは人の出入りを見張っててくれ。よし、じゃあ私が行きましょう。今回はガイトさんに見せてやるよ。さあ、猫はいるかな。あ、いるね、村瀬くん。村瀬、ちょっと待ってね。何これ、いた。電話してんの。村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。おかしかった。ん、さっきから中人が少なすぎねえか。村瀬の部屋は他人いないでしょ。そうか。あ、やべ、動くな。マジか、罠か、村瀬。にやきやがって。ホールドアップよ。昨日うちのが松金組弾いたとこやね。登場会の返しを楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。いや、めっちゃ出てくんじゃん。ヤガミさん、どうする。カイトさん、どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったらもうとっくに両目えぐってるけどな。ちょっとタイムタイムタイム。にぎやかなマッチや。一二発撃ったとこで誰も気づかんで。いや、そんなわけねえだろ。誰の命令で来た。こいつだよ。そうです。今日も口軽いな、カイトさん。ああ、あんたは誰だ。
教令会若頭しようやっちゅうもんや。こいつがナンバー2、関西教令会若頭しようやさとる。教令会のナンバー2か。ナンバー1誰だ。うん、サルムツバと手錠や。サルムツバ、話は事務所でゆっくり聞いたろ。お前ら長い夜になるで。どうしよう、やるか、カイトさん。え、何でた真似し腐って。そいつからぶち殺したり。カイトさん、タボ、おやるや。ほい、仮面のとこ。お前なんで。驚いてる暇なんてないんじゃない。やるかだよな。やるぞタバ。あれさっきの回答さんです。強烈会分かりました。塩やさとる。よし、やってやるぜ。あれ、ちょっと待って、当たんなかった。ほらよ。はい、ほらよ。でも潰してかんとね。これも俺でやるか。ほら、カイトさんからの一発。演武でちょっといっぱいなんか数減らした方がいいな。ほいほいほい、ほら、これあんま数減らねえな。てかもともとほぼいなかった。おいしょ、よし、とりあえず雑魚やって、ほい。あれ。また現れたぞ。お前らやったれ。はい、おら、これでいっぱい倒すぜ。よいしょ、よし、いて、やるな、塩やるな、いて。立ち上がったのに。待って、無限ループ入った、無限ループ入った。まずいまずい。おいしょ、いた、後ろからだ。やばい、塩ややれそうですよこれ。やべ、あぶねあぶね。アイテム使って、あぶりゃー、あー。掴んだのにやっちゃった。まあまあいいでしょう。やれちゃったね、関西ナンバー2。もういい、ずらかるぞタボ。うん、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした。うん、わかった。え、来んのかよ。ま、おう、待てや、まだ息があるか。このままじゃ済まさんで、お前ら。いや、負けたんだよ、ヤクザが。ヤクザ舐めとったら命がないで。おえぇ、強っ。極道に喧嘩売ったの。え、なんだよ、お面が必要なほどブサイクじゃねえぞ。イケメンだろこの子は。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。キャー、フミヤくん。よし、行くぞ。名前言わないんだ。この子の名前は杉浦くんと言います。
先に名前だけな。お、東。なあ、あんたらなんでわざわざうちに集まってくんだ。いや、いいでしょ。もしかして迷惑だったか。それは兄貴たちといるところを頭に見られたら仲いいって思われるもんね。アムラの頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね、だいたいそいつ誰です。窃盗団リーダーさん。リーダーじゃねえや、エースさ。名前は杉浦文也。杉浦くんね。元窃盗団メンバー杉浦文也。文也くんと呼ばせていただこうかな。俺は前にもこの杉浦くんに助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ。今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた。あれ、言いたくないか。いや、どこから話したもんかと思ってさ、ちょっと込み入った話でね。矢神をつけてたんじゃないの。僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。え、そうだったっけ。関西の本社で。え、梶平めっちゃ優秀じゃん。商業界のバックについてる。そう、そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。え、サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ。じゃあつくも氏と被ってんな。窃盗団のメンバーが元梶平の社員だった。あれ、そうだったんだ。システムエンジニア。それで、うん、ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん。グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。億単位で隠せとか、やべえな。僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。梶平にバレたってことか。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強例会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。ああ、じゃあ強例会を知ればってたのか。その行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば、僕をはめた連中に仕返しができる。つまりこの杉浦は梶平グループに恨みを持っている。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。あん時見てた。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ。八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。うんうん。実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちのカイトさん。もうカイトさん。さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。おう。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ。のせんのうま。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。あった、あったよ。可愛い東さん見れてよかった。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？電話？なんで番号？あの携帯取ったときか。これで大丈夫でしょ。怖いわ。なんで俺の番号知ってんだ。携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。あん時そんな時間ねえだろ。追いかけてたのに。なんてやつだ。さあ、あ、一旦話しとくか。杉浦君はなかなかいい青年だった、ね、あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ。持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。
まあそうだね。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。よし。まあだってあれだもんね、まあ利害関係は一致してるもんな。もう帰るよ、あんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。いいじゃないの。ちょっと一旦写真撮っとこうかな。あ、東さんしか写んねえ。海藤さん。端っこ海藤。よし、じゃあ帰るか今日は。また明日だね。よし、じゃあ戻りましょうか。はい、というわけで八神探偵事務所戻ってまいりました。今日はもう寝る感じでいいのかな。敵が来てる。また鍵か。鍵。はいよ。これでよし。あ、にゃんこ、にゃんこがいるぞ。あ、電話か。もしもし。八神さん、あの城崎です。沙織さん。珍しいな、沙織さん。どうかした。あれ。新谷先生がずっと電話に出ないんです。あ、新谷か。今日八神さんと話して事務所を出たきり。いや、相変わらず汚ねえな。それで教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや大丈夫、少し脅かしすぎたかもな。あの八神さんからも電話してみてもらえませんか。いや出ないでしょ。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。沙織さん無理なら無理でしょ。まあでも分かった、電話してみるよ。八神の方が嫌われてるんだから。これやばいのか。ん？ん？死んだり。クローゼットか。おい。おい、新谷です。あ、新谷。新谷先生、今どこにいる。今ここです。現在法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、モグラにやられたのか。メッセージをどうぞ。ジャックインザボックス。はい、というわけでジャックインザボックス終了です。まさかの新谷死亡、死亡ですかね。というわけで次回またやっていきましょう。というわけでありがとうございました。また次回よろしく。というわけでじゃあまたね。